はい、皆さん、こんばんは。ゆきあみです。今日は、コールオブデューティー、ブラックオプス3の方行ってみたいと思います。今日から新しくやるやつなんでね。ただね、ちょっと練習がてらちょっと遊んでました。昨日ちょっとこう、ぼーっとね、ガンダムの合間にちょっと遊んで、レベルもだいぶ、ガッツポーズしてますね、この女の人。よし。それじゃあね、まずスキルの紹介から簡単にね。いろんなスキルがまずあるんですけど、移動が速くなるとか、ね、近接攻撃、もしくは敵の位置をなんか掴むスキルみたいなものだったり、こうしたキャラクターによってね、スキルがいろいろあります。はい。雪雨今回選択するのはこのキネティックアーマーっていうね、頭撃たれたり、爆弾とかで攻撃された時には意味はあんまないんですけど、あんまりこう、銃弾撃たれる分にはこう、ちょっとこう、反らしてくれる役目があると。ちょっと防御力上がるような感じでいいのかな？こちらの方を使っていきたいと思います。あと、スコアストリークというのはなんだこれっていうのは、こちらの方はね、連続で敵を倒したり、拠点を奪ったり、エリア、ガンダムで言ったら、ちょうどエリアかな？ ABC とかいろいろエリア、5つのエリアありましたけど、ああいったエリア取ったりした時に、こう、ポイントが入る。そのポイントが入って、一定数が連続で入ると、こんな風にね、偵察機だったり、いろんなアイテムが入ってるボックスだったり、カウンター UAV ってこの UAV を敵のね、敵にこちらの位置を特定されるのを防ぐことができるものを飛ばしたりいろんなことを使えますんでね。はい。連続でね、倒すことがすごい重要なゲームになってます。はい。ではね、行きたいと思います。マッチ検索。はい。今回雪闇やろうというのは、今回こんだけね、ゲームモードはこんなにたくさんあるんですけど、今回やろうって考えてるのはドミネーションです。こちらの方はね、ガンダムと全く同じルールです。5箇所のエリアが3つになってるって感じです。3つのエリアを奪い合って、先に100ポイント貯まった方が前半戦で勝利という形で終わって、次、後半戦が始まったらもう100貯めて200集まった方が勝利というような形になります。はい、それではね、前半後半戦というんで、なんとか200ポイントを貯めて、合わせて200貯めて勝利になんとかね、貢献したいと思います。はい、それでは行きます。マッチングの方が早いです。やっぱり、ガンダムと違ってね、プレイ人数もやっぱ桁違いに多いんでしょうね。一瞬でこうマッチングされる。そして映像が綺麗。ID はね、ちょっとこうまたね、例のごとく消しときます。雪闇あとね、基本ね、皆さんとゲームするっていうことはないので、ガンダムもそうですけど、戦友登録はね、送られてきたらしてたんですけど、そんな一緒に行くっていうのはそれほどやってません。実況で上げる時も、基本一人の時しか実況しないんで、たまたま敵として遭遇してしまうようなことはあっても、まあ味方でわざわざ呼んでっていうのはないですね。このゲームにおいてもそれは一緒です。自分のパーティー以外すべてミュートにするっていう設定使ってますんで、マイクもしくは敵の声とかも全く入らないです。味方の声も。はい。それでは行きたいと思います。ね、やっぱり一人でゲームに集中したいとか、楽しみたいっていう時は最高の設定ですね、これ。基本ね、人がいるとね、なかなか。わ？いる？よし、取れた。よし、一瞬ね、敵がいないとかって思って悩んだけど。大丈夫だな。まだ敵に遭遇しないんだけど、大丈夫か。怖いんだけど。あ、いた。よし、倒した。あ、いたまあね、こんな感じね。あと、やられた時にね、誰にどんな風にやられたかが表示されるんでね。こちらの方も、プレイの参考にしていきたいと思います。あとね、このゲーム、雪闇そんな上手じゃないんでね、本当に、まだ、下手くそなんで、うまい方ね、ぜひ、雪闇のね、雪闇に教えてください。どうやれば、敵を倒せるのかとか、どの武器がおすすめですよとか、そういうのも教えてください。全然わかんないんでね。危なかった。味方を間違えて撃っちゃったから。危ない。なんか荒れてるな、戦場が。だってちょっと怖いからね、敵がいっぱい湧いてきそうで。よし、倒した。ああ、ちょっと敵の武器もね、こうやって拾うことができます、倒すとね。よし、自分の武器の弾がなくなったら、こんな風にね、人の武器を使って倒す、こういうこともできる。あっ、うまくいかないね。そして連続でキルしたから UAV が使えるようになりました。あと、アイテムを落とすこともできます。はい、UAV することでね、左上のマップに、赤い点が見えますね。あれはね、銃を撃った時と、この UAV が飛んでる時に敵の位置がなんとなく見えるようになります。
お、UAV だ。よし、じゃあ UAV がね、なくなったらまた落とされたりしたら、すぐまた使おう。よし、また切れたし使うわ。よし、これでいこう。あ、やられてる。味方がやられちゃった。うわー、危なかった。あ、今なんか似たような気がしたんだけど。え、そこになんかいない？どこにいるんだ？どこにいるの？え？どこにいたの今の？え？今わかんない。あー、やばい！あー、打ち漏らしちゃった。倉庫行ってるうちに B も奪われて、ポイントは50対44か。まだ勝ってるけど、大丈夫だな。うわー、ちょっと危ないな。とりあえず、攻撃力を上げて、これで突っ込む。僕はこれで、あ、待って、こっちからなんか来るな。おうおうおう、よし、倒した。あいで、どこから来たの今の。見えなかった。あー、全然気づいてなかった。あ、めちゃ撃たれてる。あ、 C 取られそうになってる。で、ここのゲームね、壁を走ったりこういうこともできる。危ない。壁を走ったりね、できますんでね、こういう楽しみもあります。あと、スライディングとかもできますよ。こうやって走って、丸ボタン長押して、こう、スライディングとか。ね、こういった楽しみ方もあります。楽しいゲームですね。よし、倒した。よし、B は渡さないよ。さあ、味方が押せ押せですね。うわぁ、派手すぎるだろ。さあ、まだ弾もあるし、まだ大丈夫だな。もうちょっといけるな。いいぞ、任務続行だ。よし、倒した。アウトライダー KIA。ブラボーを失う。ああ、倒し損ねた。どう？よし、倒した。あ、武器ない。弾切れしちゃった。なかなかね、こう激しいゲームなんですよ、皆さん。そしてな、やっぱり楽しいですね、こう銃撃戦がいっぱいできて。ああ、なんとかね、チームが勝ってる。ユキャムあんま活躍できてないような気がするけどね。まだ前半戦だ。こうね、あとは前半戦勝ったら、この勝利した側の最後に敵を倒した時の映像がこう映ります。ラウンド終了時、キルカメラ。多分、勝ってる方しか多分表示されないと思うんだよな。よし。ね、あとはね、本当みんなのね、アドバイスとか欲しいね。本当に、コメントとかアドバイスあったらいいな。本当このゲームね、ゆけみまだね、本当に苦手な部分もいっぱいあるんでね、こうしたアドバイスも欲しいんですよ。何を使った方がうまくやれるかどうかとかね。おー、危ない。今みたいな動きはダメですよとか。お、敵倒れてる。チャンス。ガーディアンを展開。よし、倒した。あはは、外した。なんで今外した俺。あー、ちゃんと撃たれてるね。上手だね、みんな。さあ、次はどこから行こうかな。やっぱこう2段ジャンプとかすると楽しいよね。UAV 接近。どこにいるの？ここから意外と敵入ってくるんじゃないか。ほら、来た。あれあれ、今ので死なないのか敵。結構硬かったな。うわすごい動きしてるね。こんな動きするのか。やっぱりね、上手だね。防御力上げてやっぱ突っ込むか。エアパッケージ接近。プロフェット廃棄。 B を占拠された。よし、倒した。 A 確保開始。倒した。ちょっと今ね、黙って本気でやりましたわ。 B 確保開始。 A を失うぞ。よし、倒した。はい、処理して UAV を出してカウンターをして。あー、ダメだった。A を失うぞ。よっしゃ、ないね。ここはね、仕方がない。よし、とりあえずアイテムまで出せたし、
さあ、ゆっくりちょっと待っていこうか。ね、空にどんな感じで来るのかちょっと確認してみよう。こんな乗り物で来るんだね。初めてちゃんと見たわ。あれ？あ、びっくりした。一瞬止まったかと思った。何これ？初めて見る。ちょっと使ってみるね。なんだろう、これ。あー、ちょっと、まあ、今のは悩んじゃった、今。二人同時だったから、どっち打っていいか迷ったら。バッテリーダウン。なんだろうね、さっき使ったの何だったんだ。使ったのいいけど、何もなんか起きた様子がないぞ。チャーリーを占拠された。あ、何あれ、え、何これ、タイヤ。おー、びっくりした、敵もいた。あ、さっきのこれが出したやつか。ユキャミ出したのこのタイヤか。こんなね、まずこんなものを使うほどね、ユキャミキルできたことなかったんでね。あー、危ない危ない今。 B を失うぞ。超びっくりしたわ今。いるんじゃないのか。プロフェット廃棄。プロフェット廃棄。あー、結構えらいことになってますね。 UAB を飛ばせ戦場がカチャカチャになったな、イケミのせいで。とりあえずよしとしましょう。結構押してるし。うん、初のね、収録としては、まあ、うまくいってるんじゃないかなと。結構負けも多いんでね、ユキヤミの動画は。どこだ？敵いる？いないね。ラウンド終了まであとわずか。当たりだ！あー、怖え！チャーリー確保開始。よし、危ない危ない。ベルストーム接近。どこをどうすればいいんだ。よし、ちょっと忙しいゲームだねこれ。本当に喋る余裕が全くないよ。はい、こんな感じで終わりましたという感じになります。いやー、まあね、ちょっとこう武器やらもね、定まってからのプレイなんでね、一応まあ、ひどいことにはならなかったけど、珍しいな、こんだけ勝てたっていう闇が。さっきのやっぱりね、ケアパッケージってあのアイテムからね、強力ななんか武装みたいなのが落ちてきたのが大きかったですね。ほら、これでも1位じゃないんだね。どういう成績だったんだろう。さあ、成績は？はあ、こんな感じでね。ああ、やっぱりトップ3にも入れないんだね、これでも。やっぱ大変なんだな、このゲーム。もっと奪わなきゃダメだったな、ドミネーションなんだからね。うん。今日はこのぐらいにしたいと思います。ね。はい、今回はこんな感じの、戦争ゲームになりました。うん。ゆきゃみのね、成績の方ってのはね、大体、倒した数と、まあ、やられた数が一緒が大体の動画になるんじゃないかなと思ってます。ちょっとね、昨日かな？この武器見つけてから、急に成績が良くなりだしたんでね。この武器、ちょっと、はっきり言って皆さんにおすすめしたいですね。ぜひ、使ってみてください。面白いです、こいつ。結構速いですしね、連射速度もあって、威力もなかなか。いやー、まあそんな感じですかね。うん。まあこれからもね、少しずつこちらの方とガンダムと並行していきたいと思います。もちろんメタルギアの方もね、今なんとか追いつこうと頑張ってますんで、またちょっとこう、追いついたら上げていこうと思ってますんでね、ちょっと気長にお待ちください。はい、それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。おやすみなさーい。